皆さんこんにちは。空手近藤をしておりますソフトバンク所属の太田翔子と申します。私の障害は、生まれつき左手の指がない障害になります。小さい頃からクロスカントリースキーをやっておりまして、冬季のパラリンピックに3大会出場して、銀メダルと銅メダルを持っています。でこれが2010年のバンクーバー大会の銀メダルになります。で今は東京大会で新種目になりましたパラテコンドーに選手として取り組んでいます。始めたきっかけはこう働きながらスポーツもしたいっていうことで、時間にできるこういう室内競技に取り組んだんですけれど、大会が近づくにつれてもう一度選手として頑張ってみようと思いまして、今は東京大会のメダルを目指して練習に励んでいます。今年の1月にパラテコンドーの選考会がありまして、ここで日本内定をしたんですけれど、その後に大会の中止や練習の自粛などがありまして、その期間は自宅でお家でトレーニングをしていたんですけれど、少しずつテコンドーの練習も再開できるようになってきました。また実践的な対面での練習っていうのができなくて、基礎練習っていうのが今の時期は多くなっています。自粛生活の中で改めて思ったんですけれど、大会に応援に来てくれる人、支えてくれる人、ボランティアの方などたくさんの方がいて、大会をやれるっていうことを改めて実感したところです。1年後に新たな目標ができましたので、今はそこに向かって自分のできることを一日一日取り組んでいるところなので、その喜びの瞬間などをたくさんの人と分かち合う大会にしたいなと思っています。みんなでこの困難を一緒に乗り越えて、来年の東京大会では私たちが活躍する姿を見て笑顔になっていただきたいと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。